皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創造者の斉藤舞香です。3月も5週目になりましたね。桜の花も咲き誇り、雪柳やしだれ桜がね、川端通りを彩っております。私もね、本番の時とか、オケの練習行く時にね、ちょうど JR ホームに向かって歩いていくんですけども、桜の花がどんどんと咲いていくのを見ながらね、春だなと思いながらね、通っております。先日通りかかった時はね、車椅子のね、お父様と一緒にね、ご家族の方が皆様でね、桜のね、下にこうテーブルを出されて、お昼のね、準備をされてました。なかなかこの数年はね、そういうこともできなかったので、今年はね、桜が長持ちするみたいですのでね、皆さんね、ちょっとね、ほっこりする時間を過ごせたらいいなと思っております。さて、先日の3月26日のね、昭和の歌のコンサートの、反響がいろいろとすごく OK ですね。はい、なんか私も昭和の人間なんですけども、昭和のやっぱり曲って名曲が大変揃っていたので、今回のコンサート、この曲もあの曲も聴けて嬉しかったという反面、あの曲もこの曲も今度聴きたいというご意見がたくさんありましてですね、嬉しいですね。で、その中でも、最後に演奏しましたアンコールの曲ですね、こちらをね、タイトルを教えてくださいというお問い合わせがうちにも非常に多くございましてですね、実際にバリアフリーコンサート計画の方にお電話をされて、確認を取られた方もおられました。で、つわものはプログラムに演奏中にね、歌詞をガーって書いていって、で、気になったから家に帰って調べてみたっておっしゃった方もおられましたね。一番最後のアンコールピースですね、田中義和さんと石原光代さんのお二人で演奏された曲は、さだまさしさんの、命の理由という曲ですね。この曲は平成の曲でございまして、昭和の曲からはちょっと外れてしまうんですけども、今の時期にぴったりなんではないかと。で、そして田中義和さんのね、このね、コンサートに込めた思いですね、が詰まった曲ということでですね、ご本人がね、寸前まで悩んで、選ばれたということをね、直前のトークでお話しされてましたね。さだまさしさんの命の理由、とてもね、いい曲なんですよ。一番の歌詞だけね、少し読んでおきますね。私が生まれてきたわけは、父と母に出会うため。私が生まれてきたわけは、兄弟たちに出会うため。私が生まれてきたわけは、友達みんなに出会うため。私が生まれてきたわけは、愛しいあなたに出会うため。春くれば花おのずから咲くように、秋くれば葉はおのずから散るように、幸せになるために誰もが生まれてきたんだよ。悲しみの花の後からは喜びの実が実るように。もうね、さだまさしさんの弟子ってね、本当に胸にくるんですよ。私また後でね、別の回の時にお話ししますけど、精霊流しとかもそうですけど、無縁坂、もうね、最初流してから泣きそうになってましたが、はい、ね、なんでこんな胸に苦しいが書けるんだろうと思いまして、私小さい頃ですね、母がさだまさしさん大好きで、その頃は LP レコードなんですけども、LP レコードでね、ひたすらレコードに針を落とす時代ですよ、その頃で、そういうのでね、ずっと延々と聞いてました。あの頃はね、当たり前ですけど、リピート再生ができないので、最後まで行ったら自分でまた針を戻すんですよね。はい。で、ずっと聴いてたわけなんですけども、この曲は残念ながらね、割と最近の曲だったので、LP では聴いていないんですけどね、なんかね、LP レコードで聴いてた時のさだまさしさんの歌っていうのはね、またもう一つね、この針のプチプチする音かな、なんかね、このレトロな感じがね、余計に胸にくるんですよね。なので、
この曲も私大好きな曲なんですけれども、皆様の心にねこれだけ届いたんだなということをねお声掛けいただいた時にね嬉しいなと思っておりました、素晴らしい曲なのでね今はね簡単に YouTube で聴けるのでもしよろしかったらさだまさしさんの命の理由聞いてみてくださいね。それでは皆様またね。